VTEC エンジンを積んだシビックの N1 仕様の試乗会が行われました。場所は鈴鹿サーキットなんですが、実は日本 GP の行われた翌日なんですね。で、まあ、セナ選手チャンピオンを逃して乗ってくれないかと思ったんですが、まあ、さすがプロですね、乗ってくれました。まあ、僕の走りと比較してみようということなんですが、どうなりますことやら。これは僕の走りですね。まあ、入り口でちょっとオーバーで、はっきり言ってあのカメラを意識しすぎたなっていう感じなんですね。この辺もハンドルがどっち行ってるのか分かんないような感じなんですが、ラインもむちゃくちゃです。これは駒田選手です。まあ、駒田選手の走りはいつも綺麗な走りで定評があるんですが、まあちょっとアクセルの踏みが足らないかなという感じです。でもラインは非常に綺麗ですね。さすがです。これはで、こちらが、瀬名選手と中島選手の F1 の走りというやつなんですが、入り口で綺麗にスピードが高いのに、車が安定しているのが分かります。この音なんです、聞いてください。非常に、瀬名選手特有のアクセルのオフなんですね。これはまあピッチングを利用して、車の姿勢を制御しているということなんですけども、このスロービデオを見ると分かるんですが、入り口で、まあ、僕と駒田さんはちょっとオーバーにお尻を振りすぎな感じがありますよね。そのためにスピードも今一つ乗ってないなっていう感じです。ここからは瀬名選手のアクセルのオンオフで挙動が、うまく変わっていくはずなんですが、まあ、シビックの場合はちょっとピッチングが多すぎて左のリアタイヤが浮き気味ですね。瀬名選手の走りに車がついていかなかったかなっていう感じですね。自分の走りをまあ外から見ることってそうないんですけども、僕もなかなか元気に走ってるなっていう感じです。それにしても乗り慣れない FF で、しかも初めてで、スムーズに走ってくれる F1 ドライバーっていうのはやっぱりすごい人たちなんですね。